はーい、いくかつです。今回は簡単に作れるほうきを紹介します。パンパンほうき、びっくりほうきと言われることもあります。一瞬にしてほうきができるのでマジックとしても使えるあやとりになりますよ。動画の後半に子供に見せる時のポイントやあやとりを教える時のポイントを紹介していますので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。これからあやとり紐を作る方は、紐のつなげ方や手のサイズに合った紐の長さを紹介した別動画がありますので、参考にしてみてくださいね。このチャンネルは保育士、幼稚園教諭の資格を持つ母と、子どもの発達、医療の知識を持つ作業療法士の父が運営しています。子育てや保育、教育などの仕事のお供にチャンネル登録よろしくお願いします。早速やり方を説明します。両手の親指と小指に紐をかけます。右手の中指で左の手のひらの紐を取ります。右手の中指で取った紐をその中指で下からくぐらせて一回ひねります。今度は左手の中指で右手のひらの中指の付け根の紐を取ります。両手をパンと合わせます。右手の親指と小指に引っかかった紐を外しながら両手を引いて完成です。もう一度いきますね。今度は子供と一緒にやる時のポイントを紹介しておきます。まずはやってみせる時のポイントです。今から何を作るでしょうかとクイズ形式にすることで、子供たちはワクワクしながら見学してくれます。パンと叩く前にもう一度何を作っているか確認し、閉じた手を広げて答えを教えてあげてくださいね。次は教える時のポイントです。ここまでは特に問題ないと思います。この次が少し難しいと感じる子どもたちがいます。このくるっとひねるところですね。このひねるのを簡単にするために、中指で取る途中にここでくるっと回してしまう方が簡単と感じる子どももいますよ。試してみてください。これでも難しいと感じる子どもたちには、中指ではなく中指よりも動きやすい人差し指を使います。人差し指で左手のひらの紐を取ります。そして親指でサポートしながら人差し指で一回ひねります。親指でサポートしながら一回ひねります。こうすることで紐が指から抜けず一回ひねることができますよ。人差し指でやってもできるほうきはほとんど変わりません。パンと手を合わせ、右手の親指と小指にかかった紐を外すのが最初は難しいので、ゆっくり練習してみてください。まずはゆっくり手を合わせて、親指と小指をくっつけるようにしながらスッと抜きます。子供があやとりを一生懸命練習する真面目な顔や、初めて上手にできた時の笑顔、どちらも
可愛いんですよね。ぜひ子供と一緒に楽しんでくださいね。今回のほうき以外にも簡単にできる指抜きマジックなどを別動画で紹介しています。興味のある方はチャンネル登録しておくと動画の検索が簡単になりますよ。最後までご覧いただきありがとうございます。いいねボタンを押していただけると励みになります。子育てや仕事のお供にチャンネル登録してもらえると育活が喜びます。